神よ皇帝フランツを守りたまえあるいはオーストリア皇帝参加は神聖ローマ帝国オーストリア帝国の国家フランツヨーゼフ・ハイドンの作曲によるハイドンによるメロディーはその後数多くの賛美歌やクラシック音楽の中で用いられまたドイツの国歌ドイツの歌として転用されている作曲の経緯には二つの説があるいずれにせよイングランドの 神よ国王を守りたまえの影響を強く受けて成立したことは確実である。フランツヨーゼフ本ゾーラウ伯爵フランツヨーゼフハイドンフランス革命戦争の最中である1796年の終わり、神聖ローマ帝国はナポレオン軍に脅かされるなど政治的に不安定な情勢下にあった。そのため皇帝の下での国民の団結が強く求められていたが、 時の神聖ローマ皇帝フランツ2世は優柔不断、かつ悲観的な性格で、それほど国民に愛されてはいなかった。そこで、ニーダーエースターライヒ州政府長官のフランツ・ヨーゼフ・ホン・ゾーラウ伯爵は、国民の団結を促す契機となるものを作らんと、詩人のローレンツ・レオポルトはしかに、イングランドの神よ国王を守りたまえを手本として、翌年の皇帝の誕生日に演奏する。 歌の歌詞を書くように依頼した。1796年10月11日、橋川完成した歌詞をゾーラウ伯爵に送った。ゾーラウ伯爵から作曲を依頼されたハイドンも1791年から92年、また1794年から95年にかけて、ロンドンに赴いたときに、神よ国王を守りたまえを耳にしており、それを大いに意識して、 作曲を行った。神よ国王を守りたまえを聞いたハイドンが、ウィーンの音楽愛好家である、ゴットフリート版数スー・イーテン男爵に、オーストリアにも、同様の国家があればと述べた。スー・イーテンが、ゾーラン・伯爵に、これを伝え、ゾーラン・伯爵がはしかに作詞を依頼した。1816年頃の楽譜。左上に、フォルクス・リートとある、オーケストラ譜には、 ハイドン自身の手で、ウォルック、エスリートという中期があり、その意味は、国民の歌とも、民謡とも取れる。これに関連し、作曲時に、ハイドンが参考にした可能性がある民謡がある。クロアチア民謡、悲しき花嫁で、冒頭部分の音符とリズムの輪郭が完全に一致する。H.C. ロビンス・ランドンは、ハイドンが1761年以降使えていた。 エステルハージ家の居城があった、エステルハーザ付近でこの民謡が歌われていたと指摘している。カトリックのローマミサ天礼書に含まれる、天にまします我らの父よとも、冒頭の旋律に含まれる音が一致するなど、類似が指摘されている。1797年1月28日に像、ラウ伯爵がハイドンの上書府に出版を許可しているため、それまでには、 作曲が完了していたと考えられる。印刷は大急ぎで行われ、1月30日には初版の印刷が完了したらしい。そして、皇帝フランツ2世の29歳の誕生日である1797年2月12日、ウィーンのブルク劇場において、フランツ2世臨席の下で、オーケストラ伴奏によって初演された。初演後間もなく、 ハイドンと交流があったチャールズ・バーニーが歌詞を英訳してイングランドで紹介し、好評を博した。初演以降、この歌は歌詞が何度か変えられている。皇帝賛美というコンセプトは同じであるが、フランツ二世の時だけでも二度変えられており、皇帝の代替わりの際に歌詞が変えられることがあった。帝国宝物に身を包んだ神聖ローマ皇帝フランツ二世角説の最後にある。 ゴッドエアハルテは繰り返す。オーストリア皇帝フランツ一世各説の最後にある、ゴッドエアハルテは繰り返す。1835から1848年版、オーストリア皇帝フェルディナント一世、ヨーゼフ・クリスティアン・フォンゼドリッツの作詞による。1854から1918年版、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世オーストリア。 皇帝カール一世1848年革命の影響でフェルディナント一世が退位すると再びフランツの名を持つフランツ・ヨーゼフ一世の知性が到来した。そのため神よ皇帝フランツを守りた前から始まるフランツ一世、知性時の歌詞がまた用いられるようになった。これがおよそ6年間続き、1854年にヨハン・ガブリエル・ザイドルの作詞による 新たな歌詞が付けられた。1854年の改定によって皇帝の個人名が含まれていない一般的な内容による歌詞になった。ただしフランツ・ヨーゼフ一世がエリーザベトを皇后に迎えた後に加筆された5番、ルドルフ皇太子の誕生後に加筆された6番には個人名が含まれている。第一次世界大戦のさなかに カール一世が行為を継承すると歌詞を改定しようとする動きがあったが、その前にハプスブルク帝国は敗戦と共に画開した。すなわち、カール一世の知性下では最後までフランツ・ヨーゼフ一世の時の歌詞が用いられた。1989年4月1日にも用された最後の皇后をついたフォンブルボンパルマの葬儀と2011年7月16日に 模様された最後の皇太子夫フォンハプスブルクの葬儀でもこの1854年版の第一版が昭和されている。最後のオーストリア皇太子夫フォンハプスブルク最後の皇帝カール一世が1922年に亡命先のマデーラ島で崩御した後、その一である元皇太子夫をオーストリア皇帝と仰ぐ王党派によってハイドンの旋律に新たな歌詞が付けられた。 オーストリア・ハンガリー帝国崩壊後に成立した第1共和国は、帝政時代の国家を受け継がず、共和国初代首相、カール・レンナーの作詞、ビルヘルム・キンツルの作曲による、輝かしき国、ドイツ・オーストリアを国家とした。しかしこの曲はあまり国民に受け入れられず、1930年には、ハイドンの皇帝参加の旋律に、夫カール・ケルンシュトックの死、 永遠に祝福を受けようを乗せたものを国家とするという布告が出された。第二次世界大戦後、それまでの国家の使用が連合国によって禁止され、結果的にボルフガング・アマデウス・モーツァルトの作曲とされる旋律を用いた山岳の国、大河の国が制定されたが、再びハイドンの曲をオーストリア国家の位置に戻す努力もなされた。ありがとうございます。